おはようございます。三つ寄りの糸です。詩編126編を賛美いたします。主がシオンの繁栄をもと通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は我らのために大いなることをなされた。私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ、主よネゲブの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱え抱きながら、出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰る。